こんにちは、死神ちゃんです。皆さんはパチンコパチスロを遊戯中に今自分が遠隔されているなと思ったことはありますか？おそらくほとんどの人たちがどれだけ金を突っ込んでも大当たりしない時や、ありえへんやろと大パンしたくなるくらい延々と単発しか引けない時など、絶対この店は遠隔していると一度は思ったことがあると思います。ただもちろんですが、店長が裏で台を操作している確証はなく、この手の話はどれだけ嘆いてもお前が養分なだけだと言われるのがオチです。しかし実は実際にパチンコの遠隔操作がバレてしまい、そのお店が営業停止になったり、経営者らが逮捕されたりしたパチンコ屋が何店舗も存在しているのです。今回はそんな実際に行われたパチンコの遠隔操作の実態をまとめたのでご紹介したいと思います。まずはこちら、神奈川県横浜市にあったパチンコ店ボナンザです。このお店で起きた遠隔操作事件はテレビのニュースでも大々的に取り上げられたため、パチ屋の不正事件の中では最も有名なものではないでしょうか。事件が起きたのは遡ることに2007年、この頃のパチンコ屋はエヴァパチシリーズ史上一番の神台と言っても過言ではない、エヴァンゲリオン奇跡の価値はが新台として導入された頃くらいですね。スロットの方でも真心を君にが導入された年なので、この年のビスティはかなり激アツでしたね。ちょっと話が脱線してしまいましたが、この遠隔操作が発覚したボナンザは2006年の6月から7月の約1ヶ月の間に好きなタイミングで大当たりを出せるというパチンカス大歓喜の不正基盤を店内に設置されたパチンコ34台に取り付けた年、風営法違反の疑いで摘発され、ボナンザの経営者ら2人が逮捕されました。このお店の遠隔操作の手口が実際にニュースで放送されていたのですが、パチ屋の事務所にあるパソコンを操作し、不正基盤が取り付けられた台の番号を選択し、特定の部分をクリックした瞬間、選択された台番のパチンコが簡単に大当たりしちゃいます。こんなことされた日には防犯カメラの先にいるであろうお偉いさんにお礼のお辞儀をするしかありません。では実際にどういった時にこの遠隔操作を行っていたのか。逮捕された経営者の男は自分たちが雇った桜や負けが混んでいた常連客にこの遠隔ボタンを使って大当たりを発動させていたそうです。つまりこのお店は出ると思わせるため、そして常連客を他のお店に行かせないために遠隔操作を使っていたと考えられます。正直このニュースだけ見るとこのボナンザはただの神店さんにしか見えませんし、こんな遠隔してくれるなら毎日か用紙いつでもしてくれて OK ですよね。そしてこの遠隔をしていた翌年にボナンザは摘発され、その後パチンコ機の出玉を遠隔操作できるソフトを開発し、このお店のパチンコ台に取り付けたとして自営業の男ら2人も逮捕されました。この2人はソフトウェア開発および電子部品設計の仕事をしていたそうで、ボナンザの経営者に頼まれて遠隔操作装置を開発したと容疑を認めていたそうです。ちなみにボナンザは摘発後すぐに廃業届が出され閉店となりました。続いてのお店がこちら、鹿児島県大島郡にあるパチ屋パーラービッグワンです。摘発されたのはこちらも2007年のこと。このお店は出ると見せかけて客を増やす目的でお店に設置していたパチンコ76台とパチスロ10台というどえらい数の台を不正に改造するという暴挙に出ました。この改造は遠隔操作とは違いますが、台のメイン基板を裏ロムなどに交換するといったもので、この改造を行われるとどうなるかというと、めちゃくちゃ簡単に大当たりする台にもできるし、びっくりするくらい客がボロ負けする台にもできるといった、パチ屋側がやりたい放題できるという客側からしたら最悪の改造です。ただこのお店の摘発のされ方は、まさかのこのお店付近に住む住民からの通報により警察が立ち入り調査をしたところ不正が発覚したため、おそらく相当客側に不利なヤバい挙動をしていたのでしょう。単純にバカみたいに出る設定にしてくれていたら、わざわざ通報する客なんて絶対にいませんからね。ただこのお店はこの立ち入り調査によりパソコンからパチンコなどに配線をつないでいたことから、ついでに遠隔操作をしていたこともバレてしまいました。おそらく客から回収したい日は不正基盤で絞り上げ、還元したい日は遠隔操作で出してあげるという、まさかの改造基盤と遠隔操作のダブルで不正をしていた、あまりにも闇が深いヤバすぎるお店さんでした。続いてのお店がこちら、茨城県の阿見町にあるパチ屋パチンコ大学阿見2号店という名前がすでにいかついパチ屋で、こちらは当時全国で初めてパチスロの不正改造で摘発されたお店です。摘発されたのは2003年で、先ほどの店舗たちと同じく店に設置されたパチンコ106台パチスロ28台を出玉を操作できるように不正改造したとして、パチンコ店経営会社大学コーポレーションの社長と専務が逮捕されました。ただこちらのお店は今までのお店とは違い、かなり大胆に遠隔操作を行っており、パチンコスロットともに不正ロムを取り付けてパソコンに接続し、いくらでも出玉を遠隔操作でコントロールできるように不正改造するという恐ろしすぎる暴挙に出ていました。こんなことされてはもう遊戯なんてものでは一切なく、全ての大当たりは店側のボタン一つで操作されることになります。このお店は大コントローラーと呼ばれる遠隔操作装置をパチンコと接続させ、お店の事務室でモニターに表示される出玉量などを見ながら、投資がかさんでいる客には大当たりを与えて社交心を
駆り立たせ、大当たりの多い客には出玉料を減らし、店の利益を確保していたそうです。こんなゴリゴリにヤバい遠隔操作をやられた日にはもうパチンコが打てなくなっちゃいますよね。ただこれは完全に基盤をバグらせているので、おそらく明らかに挙動がおかしなことになっていたと思います。ちなみにこの遠隔操作装置をつけるには約5000万円の費用がかかるそうで、逮捕されたこのお店の専務は売上の管理がしやすいので設置したと話していたそうです。そしてこれらのお店以外にも、2001年5月に高知県にある平和亭、同年7月に愛知県にある APE 亭、2004年7月に京都府にあるローレル店と産経観光亭、2004年9月に山口県にあるマックス萩亭、さらには2009年の6月に大阪市此花区にあるチャオ店などが遠隔操作で摘発されています。ちなみにこのチャオというパチ屋は過去に15人の被害者を出した史上最悪の放火事件が起きた店舗でもあります。ここまでご紹介したお店は実際にパチンコの遠隔操作が公になった闇すぎるホールたちなのですが、おそらく公開されていないだけで、いろいろやっちゃってたホールはまだまだあると思います。正直こんな昔の時代で簡単に大当たりを操作できたのなら、あらゆる技術が発達した現代であれば、いとも簡単に出玉くらいいくらでも操作できるんじゃないかとも思いますよね。ただ摘発されればニュースになるくらいのことですから、遠隔操作技術を取り入れることはかなりのリスクを伴います。遠隔操作や改造ロムなどの不正行為は、承認を得ずに台の部品を変えたり取り付けたりする行為に該当し、無承認変更と呼ばれる風営法違反に抵触します。つまりパチンコやスロットの台の部品が故障したからといって部品を取り替えて勝手に稼働させるのもアウトです。時折台に変更承認中の札が刺さっているのを見たことがあると思いますが、これは故障を直して稼働させていいかの承認待ちということになります。そしてさらに遠隔や改造ロムなどの不正行為をしてしまうと、罰則はかなりえぐいことになり、最悪会社ごとパチ屋の営業許可の停止処分を受ける可能性があります。そのためマルハンとかの大型店が普通に営業しても利益を取れるのに、わざわざリスクを承知で遠隔なんてやるのかという疑問が生じます。この疑問点こそが、遠隔操作は現代に存在しないと言われるゆえんになっていることがほとんどです。遠隔で経営ができなくなれば、それこそただのアホですからね。社員の皆さんもそんなアホな経営者がいるところでは働きたくないでしょう。しかも全国でかなりの数の店舗を展開している会社ですからね。1店舗やらかすだけで被害はとんでもないことになりますからね。皆さんはここまでの動画を見て、現代に大当たりをさせない遠隔操作は実際にあると思いますか？絶対にその遠隔はあるという方は、ぜひその理由も合わせてコメントで教えてくださいね。